谷翔平のライバルマダックスでノーランを達成してしまう。アストロズのバルデスがノーヒットノーランを達成、球数93球、マダックスでノーノー達成、9回93球0安打、7奪三振、1四球、0失点。93球はいい、球数少な、すげえ。100球以内でノーノー達成すごい、パーフェクトゲーム惜しかったな、すごい、完全試合惜しい。なんで完全試合逃したん？5回の先頭フォアボールだけ、しかもそのランナーはゲッツーでアウトにしたから27人で試合終了、準完全試合ってやつやな。すげえ、ノーノーでもほぼ完全試合やんけ。27人で試合を終わらせる、投手として最高の結果や。さすがバルデス。バルデス個人的にめっちゃ好き、優しそうで確かに可愛さある、喜び方も可愛いしな。バルデス、マダックスでノーノー、すごいすごい、ほんと素晴らしい投手、サイ・ヤング賞を取れるかもしれん。野球はピッチャーと言われる理由がわかるね、いい先発投手が多いチームは強い、安定感半端ないねマジで。大谷翔平の今シーズン2敗はアストロズのバルデスとの対戦や、これはライバルになりますね。しっかりライバルやってくれてるな、マジでいい投手やもんな。しかもバーランダーも帰ってきたし、アストロズ最高や。それな、まさかの帰還なんだよな。大谷エンゼルスにとっては最悪の展開なんだよな、バーランダー復帰はやばい。アストロズがだんだん強くなっていく、大谷さんのプレーオフ進出に向けて強力なライバルになることは間違いないな。